皆さんこんにちは。京都のお盆が始まりました、8月8日、P-FUNK の待ちに待ったマスクが届きましたので、そのマスクをして六郎参りに行ってまいりました。京都の人にとっては六郎神宮寺さんは結構有名かなと思います。閻魔大王がいたり、小野高村さんが、あの世に行き来する、お井戸が裏庭にあったりとか、いろいろと、面白いお寺かなと思います。京都のお盆はまずこちらに来させてもらって、ご奨励さんと言って、ご先祖様の霊をお迎えに上がります。そして16日に大文字の御山の送り火、それで、ご先祖様をまたあの世にお送りするという形で、お盆を過ごします。毎年ここ本当に人でいっぱいになるんですけれども、今年はコロナのこともあって、まだ私が行った時は人はまばらでした。あとここに閻魔大王さんと小野高村さんがいらっしゃいます。こうやって鐘をつくんですね。こうやってご先祖様をお家にお迎えに上がります。そしてこれは有名な地獄絵です。こちらは六原蜜寺さんといって、六道さんからも歩いてすぐのところにあるんですけれども、まあここで有名なのは、観音様もかなり有名なんですけれども、弁財天様ですね。神々しくこちらにいらっしゃいます。でこの時期は満灯会といって、また、お盆を、こういう形でお過ごしさせてもらったり、タイヤの清盛の、塚があったり、あと蓮がすごく綺麗に咲いてました。あとこちらは空也上人のこの像でもすごく有名な場所でもあります。ご覧のように満灯会のランタンがあちこちに飾られているんですけれども、満灯会というのは、法要の一つで、灯明を大の字に形取ってご奨励様をお迎えさせていただくお盆の始まり、もしくは、鐘をついてこちらでご奨励様をお迎えさせていただくこともあります。この辺りは子育て幽霊屋や子育て地蔵などいろいろとあって、結構興味深いところなので、また皆さん遊びに来てください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは皆さん Stay safe。